大黒食品工業、ぐんまちゃんヌードル、醤油味、揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は細めの扁平断面です。輪郭は明確ですが、かなり柔らかいです。歯ごたえや香りではあまり自己主張しません。ラーメンではなくヌードルの麺と言えます。スープは薄い醤油味で旨味は十分に出ています。癖のある味や匂いはせず上品なので安心して食べられます。具は黄色いかきたまは大量ですが、それ以外は貧弱です。パッケージは同社の製品としては例外的に可愛いです。スマホでぐんまちゃん AR というサービスが使えますが、連携するコンテンツが貧弱です。押し出しの弱い味で大人の食事には物足りないですが、昼食のスープとか子供のおやつとしてはちょうどいいです。